はい、こんばんは、皆様、こんばんは。今週も、金曜日の定例配信会をやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。本日も、毎週、同じ通り、21時から、過ぎぐらいですかね、21時過ぎぐらいから、富士大会の、試技の方を予定しておりますので、それまであの試合の様子をご覧ください。それでは、失礼いたします。レビューだぞ。
Ah!
Round one, fight!
用のエントリーの紙なんですけど、いつもと違うところに置いてあります。入り口に近い方が筐体の横に置いてあるんで、手が空いた人は、大会出る方はエントリーお願いいたします。
Fight!
Hey!
あ。はい、じゃあ第52回式の保存日ですね。最初のプレイヤーは 1P 側が青きサイクロンハマザンゲーム、 2P 側がモッツさんのブランカ。モッツさんは多分初参加だったかな。はい、こんばんは。あ、モッツさんだ。あ、ご無沙汰しております。雑巾こすって、お、モツブランカ分かってますね、ザンギ戦。お、いい感じですね。実はモツブランカあんまり対戦経験なくて、ベガとばっかやってるっていう。ベガ、そういう方なんですよ。はあ、シャドルを滅ぼすためだけに一つをしてる。そうなんだ。さあ、ダイヤシャ入って、さあ、こすった電気が当たっている。やっぱり青サイさんもブランカ相手には厳しいかっていうことですね。壁に詰めているぞ。最後はストマック。きっちり画面端押していきましたね。青井さんはまあ、ね、行くか行くかの二択みたいな感じのところがあるんで。行かないがないですね。あのね、思い出したようにたまに行かないがあるんですよ。あ、そうなんですか。へえ。見たことないですね、あんまり。なんかね、8回ぐらいスクリューに行って全部昇竜拳で返されると、この人は昇竜拳出るぞっていうことがその辺で分かるらしくて。あ、素晴らしい。え、でも8回食らったら死んでませんかね。あ、もうだから連コインして3回ぐらい負けて、なるほどなるほど、俺のスクリューが1回も入んないよみたいな、ここに来て気づくと。とか言ってるうちにさ、スイン直待ちが機能している。危ない。さあ、無理はしない。最後はスライディングで分かったな、モツブランカ。続きまして、小江戸さんですね。小江戸さんはキャラクター何でしたっけね。小江戸さん1キャラ目はガイルです。ガイル、あら、あ、クレジットガールが、はい、素晴らしい。今日も可愛いクレジットガールがいますんでね、皆さんぜひ見に来てください。ラウンドの合間合間に。そうですね、ラウンドガール、あまり露出度は高くないんで。足に詰めて体力半分ゲット、めくって噛んで、さあ、思い切ってサバが2回ほどあったんですが、ブランカにかすることもなく。素晴らしいですね。知ってますね。さあ、噛みついて足に行ってしまうのは、これもガイルしょうがないところあるんですが、さあ、スタブを使ってピンチを取り返した。台足、中足に台した。思い切ったサマーが当たって、当たらない。さあ、もう食らえない。相打ち OK でブランカの勝ちですね。さあ、続きまして、セロテープさんです。セロテープさん、セロテープさん、あれですよね、なんかおしゃれなアクセサリーを買うとか買わないとか、そういう話でツイッター上では盛り上がってましたが、さあ、選ぶのは、1キャラ目は竜、アースカラーの竜ですね。これはきっちり竜が抑えれればなんですが、モツブランカ竜戦もかなり分かってらっしゃる感じ。お互い間合いを詰めれず、竜としては近づかれたくないですからね、絶対に。波動としゃがみ中間で、おっと、昇竜が出る。おっと、まずいのか、これは。投げられるが受け身を取っている。
牛うまいですね、確かに、うん、今のはしゃがまないとガードできない。おっと、博打昇竜が、あっと真空はわざと出さなかったのか。ここで2勝の、続いてエクスパーさんですね、2勝のモッツさんを抜いて、それでした。で、ツーピー側、エクスパーさん。エクスパーは、竜、もちろん竜、選ぶべきはもちろん竜、同キャラ対決。素晴らしいカラフルな、こう、あれですね、組み合わせで。あ、エクスゲマズさんがね、止めてくれてます、ブルブランカー。そうですね、と言ってる間に、お、お互いいい、いいですね。さっきエクスパーが横で、お、シンク当たってしまう、セロテープうまいって言ってましたね。エクスパーはセロテープ竜うまいと、アイマン、アマンハロー、アミ山本、やっぱり流線はエクスパーの方が、相打ち OK で倒れてしまう。続いて友田さんいなくてシャルさん、シャルさん、シャルさんは今日は 1キャラ目は剣、剣、剣あんまり見たことないですね。白い剣ですね、かっこいいですね、白い剣、なかなか。あ、これ X カラーかな、もしかして。そうですね、X カラーですね。なるほどなるほど、かっこいいですね。ショーパンカラーというか、めくって白い剣、しかし真空はジャンプ、どうでも変えてしまう。お、勝利に引っかからない、安全削りしてスパーさんをやりますね。さあ足が届く、シャル3対ね、バイパーさん、あーごめんなさい、エクスパーさん、シャル3対エクスパー、シャル三角形、さあ背比べは剣の勝ち、ああまた背比べ、踏ませて足の攻めは今回は剣有利、まだ時間はある、あーっと踏んでしまう、安かったような安くなかったような、見てから昇竜で、でも当たってしまった。じりじりと画面端でじりじりと、逃げ切ってしまうのか、最後は相打ちでしたが、当たったが起きているのは剣、体力差が残り10秒ぐらいで安易に下がらないところがいいですね。10秒ぐらいからいきなり下がり始めるとあっという間に画面端なので、さて、万弱の立ち回りさ、最後は昇竜拳出た、それにはシャルさんものけとってしまう、あーそうですね、続いて金子さん、あ、そうなんだ、エクスゲマーズさんはあれなんだ、あーはぁはぁはぁ、日本語発音で名前初めて聞きました、なるほど、おっと、おっとエクスパーが金子さんいきなり1キャラ目からガイル、メインキャラです、いやいやいや、エクスパーさんも流々ですし、金子さんもガイルガイル、まあまあそうですね、ただエクスパーさんはさっきちょっとうんって顔をされてましたね、
ボンサンキューみたいな感じですね。金子さんは流星かなりやってるんですが、どちらかというと堅実なタイプの流星やっていることが多いと思うので、あ、なるほど、堅実タイプはそうですね、どうかなってこと、はい、悪く言っちゃえば荒らしてくるタイプというか、いいですね、このハッパーが。タイミングによっては潰されますからね、今。竜巻は当てに行かないですかね、これ。ワードしまう。おーっと、食らってしまう。残り3カウント。2カウントで竜巻を食らってしまう。今回は金子ペースか、押している。サーバーが入ってパニック、うわ、波動に行かない、なるほど、進行で抜けた、さあ一矢報いて戻って削ったか、さあまだ諦めていないぞ。
がむしゃらチャージした戦列と投げでなんとかならないんですよ。まあそこが強いところだけど、それだけで勝てるほどあれではない。まあ、ソニックの打ち方が上手い人には戦列入んないんでね。はい、確かに、うん、ジャックだと相打ちでしたって、よっぽど引きつけないといけない。そうですね、よっぽど引きつけて、ただ引きつけるで、その時間があるんで、ガイルガードが間に合うみたいなことです。もうほんとよっぽど近い場合で、読みでもう入力して待っててって感じですね。さあ、橋がきつい。あ、おっと、余計なことをしたぞ、これ。ワンちゃん投げで死ぬねんぞ。いい裏剣が入った。さあ、いや、もう、うん、もうちょっとね、チュンリーが前に前にプレッシャーかけていけばいけたかもしれない。いやー、実は金子さん、僕のチュンリーの師匠でもありまして。あ、チュンリーの師匠。はい、この前ちょっと教えてもらっちゃったんで。続いてグッさん、あれですよ、ちょっと教えていただいたぐらいで師匠って呼んじゃいけないですよ。いや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 、まだ僕にはちょっとそのレベルでもありがたい。あれなんで、タイミングは食ってる。グッさん、グッチーホーク、あ、これワンチャンね、ホークはありますから。はい、まあ、諦めないで頑張ってほしい。だから金子ガイルはだいぶレベルが上がってきてるんで、いろんなキャラ隊もかなり覚えてきてますね。あ、そうです。僕はちょうど攻撃の動画を見たばっかりです。もう有名なガイル使い、もう有名な大木使いさんの対決を見てます。やっぱ十何年前だとまだみんなミスとかするんですねみたいな。まあ、でも基本的な、ね、立ち回りは変わってないと思いますけど、まあ、ネタは、ね、増えてることは間違いない。そうですね、やたらコンドルダイブ多いなみたいな。コントロールダイブが多いな。まあ、そんな行かないだろう最近。まあでもあれガイルジャンケンなんですよね。まあ、ね、飛んだところにアッパー出すか出さないか。結果が1-1で、さあこれは死んだか。死んだ1回目。さあ立ちガードはやばい、上から行く。ああ死んだ。きっちりやる、きっちりセットプレーで。いや、グッチさんのね、2P側の精度かなり上がってるんで。あ、そうなんすか。そうですよ。なるほど。もうちょっとでバイパーさんに届くんじゃないかってくらいですかね。なるほど、グッチさん勝利で、続きましてアッコさん、アッコさん山口でしたっけから遠征していただきました、ありがとうございます。1キャラ目はガイルということで。ガイルはね、結構難しい駆け引きがあるんで。そうみたいですね、さっきから見てる金子ガイルさんも厳しい感じですね。まあ、金子くんぐらいのレベルでもフォークにはワンチャンで締める。なるほど。しっかりね、ああやって空対空で飛びを、そうですね。まあ、ただ空対空読みも必要なんで、まあ、右からできるところと読みを入れてないと間に合わないところがあります。なるほど。シンマルソニックを打ち続けないとフォークはガンガン前に来る。ですよ。そうなんですよ、引き寄ってしまうと前に来る。ウッチさんが叫んでいる、やめろと叫んでいる。もっときっちりとがめた。さあ、そこは続きましてバーチさん、前回試合読みのトマホークだったんですけどね。バーチさんは1キャラ目はなんだ。お、皆さん、バイソン。さあ、ボクシングやろうぜ。ちょっと、ね、アコさん苦い顔しましたよね。さすがにバイソンは。さあ、なんとかそのソニックを返しづって、そしたら近づきたい。でかいタンパを合わせてワンチャン。あー、ちょっと近い。今、少し出てましたね。あ、出てたんですか。
ってなかった。ごめんなさい、僕は斜めから見てるんですよ。からなんか。イランの雨なので減りましたね。さあ1-1。おお、裏っけてるより。しっかり投げ、ピッチ投げ。ここでハコさん勝利2連勝、続きまして破天荒さん。さあ駆け引きうまいですね。やりに行くところはしっかりやりに行く。きっちりしますね。ステージがステージなだけに投げが通りやすい。早いんでしたっけ。早いステージ。そうですね。2番目か2番目か3番目に早い。強いんですよ、あれ。めくりはガード。相手投げ入れても入れてますね。さあ、受け止め、大足。さあ、受け身取っている。さあ、波動拳。なるほど。最後は波動拳。うまいですね、今。続いて、中さん。中さん、この前、あれですね。バサスの3-1の V3 優勝されてましたね。背中でしたけどね。そうですね。顔見えてなかった。ほら、中野 TRF 勢の中さん。さあ、今日は剣ですね。破天荒さんと中さんの剣。剣珍しいですね。あんまり見ない。あ、いろんなキャラさんあるんですよね。そうですね。ホンダとかも触るし、あと DJ もある。鳥かご、鳥かご、うまいですね。素晴らしいですね、鳩メキメキとね、うまいですね。平日の攻めをしてますね。勝利、一気勝利が出る。一発巻きで、最後は投げ。さあ、あいつ2人会社入れたと思うんですが、続きましてピロスさん。お、これ中野勢が続きますね。ピロスさんは1キャラ目からホンダ。ピロスさんも今日サブキャラあるんですけどね。DJ ぐらいしか見たことないですね。どうですか、お前バイソン見ましたね。バイソン。さあ、リオホンダはかなり負荷が難しいが、さあワンチャンでいける。さあ7足、さあ100巻を選択したがしっかりガード。さあここは波動を続けた。おっと、あったきっちり。ジャンプライパン強いんですよ、あの技。頑張れ、勝利でもしよった。さあ、1-1。大打ち。お、うまい。さあ、張り手が出ていないが、まあま
ホンダ使うんですけど、弾よけがね、ほんと難しいですよ。あ、言いますね。ホンダでの弾よけは難しいって言いますね。弾よけだけでね、結構入ってます。シンクは飛んで、ダイヤシ届く。最後はダイヤシじゃない。多分今のがスカったらスパコンを入れてあったのかなと思いますけど。で続いて、ネロさん。ネロさんは当然の孤独ガイル。さあこれハペンコさんは何勝だ、4勝してんのかな。ペンコさん3連勝。まあごめんなさい、話してる間にピョッていた。さあ画面端きついわ。うわ上から、さあボールが取って、さあ大足2回転目を食らった昇竜拳。ガイルが本当一回転ぶとね、竜の怖い大きい攻めがね待ってるんでね、ダウンをしない。お、最後サマー、サマーしっかり待っていましたね。ちょっと判断遅れるとね、あのサマー当たんなガッとガードされてね、痛い目に遭う。早めの判断です。さあ、メロさんは、お、うまいやつだ。ちゃんと引きつけてますね。さあ、待っている。めくりにはいかない。さあ、ガイルの真骨頂、こっからですよ。さあ、そう。真空を打たせたが、まあ、ここからいかに弾を相殺して、今迷ったか。の方が遅れたように思いましたね。今サマー出そうかどうか迷う前でしたね。ハテンコさん4連勝で、次ヒカル君。ヒカル君のヒカル君もしかしてリムなのか。やはり竜同キャラ対決、ダルシムステージなので早いと、そうですね、早いスピードが速いと言われてますが、じっくりいきたいところですね。白いのがヒカル君ですね。そうですね、白いのが HP 側ヒカル君、ダッシュとターボのカラーですね。そうだ、そう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 、ガルリュウ頑張ってほしい。あ、今なんかいい蹴りだった。これがね、シンクアウト、いいぞシンクアウト、気をつけて。波動が、これは強波動じゃないと止まれてしまうんですね、実は。へぇ、青海さんがおられない。3周目の青海さんがおられない。ちょっとじゃあ、休憩ということで。そうですね。あ、戻られましたね。青海さん、お願いします。あ、龍、あの、得意の道理戦でございます。あ、クレジットがですね、違いました、失礼しました。クレジット係変更されました。そうですね、マイクも変わってほしいんですけど。改めまして、青山さん、青山さん、アテンコさんの声ですこう。
さんですね。はいはいはい。ノブさん最近あの金曜日取れなくなったっていうことでこの前お会いしました。最近ノブさんの件ですね。だいぶダメージは負っているが、おお勝利点投げた。思うように進行できないアドカイさんが、それだけ破天荒さんの腕が上がってるということですか。そうですね。いいシュート。あ、そっち場内入らないんで帰りましょう。なるほど、いや大丈夫ですよ。さあ画面が光っているぞ。珍しいよと大沢さん自分で光って珍しい。続きまして小江戸さん、小江戸さんお願いします。プレイヤーでしたっけ。最初じゃなかったっけ。いや最初ですね。一番最初か。なるほど。あの悪い方すると最初の敗者です。なるほど。まあ、このゲーム必ずね勝敗がきっちりつきますから、ね、素人にも分かりやすくていいと思います。ここから巻き返せるのか。これ負けたらえらいことだぞ。これ手が10割ありますからね。だいぶでも持ってかれましたよ。9割持ってかれましたね。最後はいいダブラリが入った。一時はどうなることになったんですが、そのようにハードからストマック。さあ画面ジャンプ中盤で巡ってましたね。逆に入れ替わってしまってまた入れ替わる。さあ壁に行ったり壁から出たり。ヘッドアっている。ヘッドアップ。いいゲッチ受け。素晴らしい。最後は純粋2択ですからね。人類平等に優勝してくれる。あーピヨってしまう。はい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 。さあ5段口入れて削り。さあ反応いい。残りずーっと、まだあるし、一度と、残念、かかってしまう。打ったのは小江戸さん。先ほどね、FAB 久々に出して興奮してましたけど、僕も見たの初めてかもしれません。珍しいですね。大沢さんの FAB は。コマンドしてたんですね。コマンドしてるとか知らないです。そして、モッツブランカ。次のペガセンターが。かなりやってるという話ですね。と思うんですが、小池さんほどの方とはやってないんで。なるほど。そこまで強い目が使いではない。さあ、だが動くがいいぞ、やはり。失点感はありますね。一応置いてある。さあ、まとわりついている。うまい。さあ、ワンチャンあるか。さあ、ドッキリが失敗した。気合いの入ったホバーが入ったか。さあ、ホバーが入ったんですか。最後はローリングが当たって、グランクに。で、セルテブさんですね。セルテブさん、あ、エクスパさん、こんばんは。よろしくお願いします。リュウト、ザンギかな。お飛んだ。いやいやいや、ザンギでね。セルテブさんといえばザンギ。聞こえますか。オッケー、オッケー。すいません、マイクトラブルでした。エクスパさん、こんばんは。こんばんは、エクスパです。エクスパ、センキュー、いつもマイクありがとう。
そう。嬉しいです。今日は、はい、それでもあいいキャラメリュウ。2キャラ目でザンギエフ。そうですね。おっと電撃入る。しかし残り一度膝が。あ皆さんところでごめんなさい。申し訳ない。赤瀬さんと一緒にコメント。コメント。私は一緒に。うんうんうん。私はエクサが一緒した。はい。私ペラペラ？じゃない。英語で。ペチャクチャ。ペチャクチャ。ごめんなさい。いや大丈夫大丈夫。エクスはうるさい。いやいやそんなことないよ。うるさくないよ。と言ってる間にモツブランカが一発取っていちいち。結構押している。おっと噛まれた。はい。HP はモツもモツブランカ。MOTS モーティー US モツモツブランカ中さんは中持ちじゃないだからみんな はい、次はシャルさんのあれケンシャルケンピーガーシャルケン。トップスピード。ああ、トップスピードうまかった。シャルケン。なるほど。そうですね、ブランカは騙し、そうですね、うん、噛む最大の武器は紙ですよね、ブランカはね、やっぱり時に反応できるかどうかってところもありますからね。Chat. Hey, hey, what's up, X-Gamers? This is X-Bird. Yeah, Motsu versus Shao. Motsu, yes, yes. Motsu, yes. Ah, not Naka. Oh, Kanda が残り。時間がなかった。Time up. Can't take it. Very hard to get in. Oh, yes.かかったシャルさんに入るのは今コンパネを丁寧に拭いているエクスパーさんですね。一体どんなキャラで入ってくるのか聞きますか。ハルルクかバイソンか。そうですね、どんなキャラでしょうね。フレンチの竜、素晴らしい素晴らしい。誰しもが想像できなかった。想像はできなかったあれ開幕バックジャンプで波動を振って左画面欲しい。リスキーバージョン 2.0 違う、エクスパーリスキーじゃないよ。 Not risky バージョン 2.0 とか言ってね、修正したのか分かんないから。バージョンアップしてどうなったのかみたいな。ソフトウェアとかだったら大体まあ半額とかにしてるんだろうけど、そうなんだ。次へのどっちが先なんですか、このオレンジの竜を使ってたのリスティさん。特に僕とダルシムがメインだったので、ですよね。おっと、リバさんの勝利。セイクラベ。お、更新連覇出た。出たよ、出たよ、感じ。リバが当たんなかった。3発刻んじゃったのかな。ですね。
2発までですね。いや難しい。いや3発もいけますね。いけます。あ、じゃあちょっと遅かったのか。4件とかよくわかんない。おっと最後はハートを差し切り直し。何位だからかもしれない。あ、なるほど。いや、さっき太いっすか。コンボに入れてきますね。おっと竜巻、ぶっぱ竜巻が食らってしまう。シンクで削って一度とバッパーが間に合わなかったが、あのこれにはさすがのさっさんもだいぶ。続きまして、トモザさん、シャルさんも思わず押してもかという顔をしてましたね。シャルさん今日バイソン出さなかったですね。続きまして、続きトモゾさん、ベガ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 、シキャラベガメインのバイソンで、2キャラベガサブキャラのベガを使うところだったんですが、タツマキ大好き。うわ、出る。シックが。そっか、ベガが立っていないので、ライトメアがなかった。そうですね、安心。おっと、スーパーをガードもしないという。すごいバックジャンプです。さあ、バックジャンプ、おっと、謎竜巻から投げて。醤油暴れ読んでいた。ここから多分投げ漏れでしょうね。食らってしまう。ガードでもいいし、あいつでもいいといった感じで最高連発。クリアから投げて暴れ読んで、あとです。さすがにといった感じのライトメア、ライトメアありますからね。リュウベがリュウリって言ってますけど、ね、意外と難しいリュウガーもっていう気はするんですよね。ダルシム、オーダーファイヤー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 、今の小道は出てもダルシムすることはなかなかなくて、お、そういうことですね。ダルシムはなかなか出さなかった。そうですね、ザンギエフとか DJ とか爪を隠してたわけですね。さあ、一発起用。そっか、ダルシムはピオリやすいっていう特性がありますよね。ドリルの着地に直行した隙があるので、そこに下段を置けると結構ヤバい感じが入ったりすることもあります。さあ、ゲージがないとこのボードがきつい。気持ちよく削って投げ、最後は投げ、ハンドラッシュがヤバいですね。素晴らしいですね。今痛い下段とドリルの投げのずっと繰り返されると、うん、厳しいですね。投げ続けられて、さあ投げ分かれしている。おっと、いい再コンパ。お手玉、いくところ読んでお手玉さんの、さあ削って、ライト目は、おっと入った。最後はつなぎをミスったか。
いや、コテンパンにやられました。続いて金子さん、ガイル金子ガイル、許可もらいましたなるほど。入る。おっと、内藤メガネ来た。最後は梅コンヒカの投げ、ディフェンスに下ろしてもらえませんでしたね。卓の幅が広い。入ってしまうそうなんですよね、ナイトメアすごく根性値補正前に入るとすごく減る時があるんですよね。びっくりするぐらい入ってしまう。続きましてグチさん、グチさんお願いします。すいません、クレジットあります。あ、ありますね。はい、バイソンベガ、グチさんバイソン、バイソンベガどうなんすかね。バイソンやや有利な気がしますが、そうですね、かなりやばい気がします。コトさんとコレイドーさんなんかロスキャラリストみたいな。そうですね、バイソンを名前上げてました、ね、はいはい、攻略と。入ってしまう。ナイトメア思わずアッと言ってしまう。続きましてバイバーチさん、あらあら、超有名な中立会の方がおられますね。あー、はい、お願いします。ぜひお願いします。続きまして HP バーチさんのバイソン、さあどうする。バイソン続きでどうなる。おお、ダッシュアッパーが当たる。開幕いい選択肢、バーチバイソン友達、ナイスナイスコメントありがとうございます。その通りです。読んでいたヘッド、最後はおっと吐かせて後ろから最高だが、ヘッドで逃げたがもう一度最高と。やはりバイソンでは攻略されきってるか。続きましてアコさんですね。いいですよ、いいですよ、どうぞ。続きまして HP はアコさんのバルログメインキャラ行きました。お、ジャッキングカラーですね。かっこいいんですよこの色。しかし、いやでもバルログだからあると思われる。落ち着いていきましょう。まだあると思いますよ。寄ってしまった。あ、ハクじゃないです、アッコバルログ。ハックンじゃないですね、バルログは。アイマンさん、大丈夫ですか。ハク、ノットハク、アッコ、イエスイエスイエス、センキュー、アッコ、そうそう、お願いします。終わってしまいましたが、友田さん勝利で、続きまして、中さん、中キャミ、
中キャミーさん、有名なキャミー使いの方とちょっと似てるんですけど違うんですよね。また別のキャミーの方で、しかしベガは慣れてると思われるが、いかんせキャミーなので厳しいところはある。あーっとフリーガンが通らない、厳しいか。キャミー不利じゃないですかね、やっぱり。判定はありそうですね、そういうところが。きっちり投げ受け身。おっと、投げられてしまう。おっと、後ろに回ってしまう、ダブニーが。しかしナイトメアもあるしってところですね。あれ直系とか。友田さんが何連勝目ですかね、これ。8、友田さん8連勝。続きまして、ヒロシさんのホンダですね。お、連勝数1位は友田さんの今8ですが、2位がアテゴさんの龍5。なるほど、天狗さんも上位に名を連ねるようになってきましたね。前回も見てました、トップ5に入ってましたよね。ですね、3回も投げ。そうですね、打撃全部当たりますからね、ジャンプは。これでもあれですよね、多分ホンダ有利なんじゃないかと思うんですけど。あー、なるほど。ただ機動力では全然なんですよね、やっぱり。はいはいはい、これ。なるほどなるほど。直しで、おいちょ、あー、才が削り続きました。これでトモさんが8連勝でおしまいで、ピロスさんとネロさん、ネロガエルさん頑張ってもらいたい。ガイル有利なんで頑張ってもらいたい。難しいですよね。サックス準優勝の、さあ、開幕戦のアーマチー。そうですね、エクサス準優勝ヒロさんですからね。あれ、今日師匠の方おられませんね、ヒロさん。ヒロさんの師匠の方おられません、ね、最近見ないですね。さあ、足はちょっと上回ったか。横ためがあるキャラにちょっと大足はあれですね、ヒットするとき以外は厳しいですね。ですよね、お釣りもらっちゃいますからね、2周目に。さあ、ナイスソニック、サバットとソニックをうまく使って、さあ、足まで来たぞ。しのいでいる、しのいでいる。ナイス様、ダイヤシ。最後ちゃんと打ち取った、素晴らしい。アイチオッケー
中足振ってたら危なかったですね。潰されてそこから掴まれて、みんなさあ掴んだ。さあこれはまた先ほどと同じ展開ですが、今回は逃がした。4段は食らわなかったので1名を取り留めた形ですが、さあ前足振ってしまった。やばい、削りが厳しい、厳しい、削られてしまう。ひろしさん勝利で、ひかるさんですかね。続きましてセロさんのマイクの音がちっちゃいかもしれません。あ、私のマイクの音がちっちゃい。あ失礼しました。ノークレジット、ノーライフ。お、これはもしかしてひかるくんが竜ということは、ということはかなり有利な、楽ではないもん。いやもうかなり73ぐらいいきますか、これあるんじゃないですかね。64ぐらいだと思うんですけどね。73ぐらいはあると思います。あります、なるほど。近づけなければです。ただし近づけなければという前提です。やり方を知っていて、それがちゃんとできればな、ね、やっぱ竜といえばね、あれをあれするしかないですからね。あれをあれするしかないです。一応マイク持ってると、さあやりたい放題な感じか。あー残念、めくられてしゃがみぐらいか今。続きまして破天荒さん、ヒロシさん3勝ですね、3連勝で、破天荒さん龍、ここで破天荒さんが見せてくれるか。さあヒロシさんの連勝が止まるまで重要戦が続きますね。ここで破天荒さんが自ら止めてしまえばっていうところもありますよ ね。破天荒さんを超えるかどうか。進行打つ、さあきっちり、てことこれ勝てば決勝ですからね。あでも破天荒さんのスタイルは本田向きですよね多分ね。そうですね。さあさあ昇竜拳、きっちり昇竜を出せる。あい打ちファイヤーなので良かったですね。さあスタイル刺さってしまった、ちょっと百裂になっていなかったが、割と強引にラウンドを持っていた感じ。エスパーが時間なのか。さあファイヤー重ねて、さあ赤間入って削る、飛びが入る。さあ忍びるか、あーピョッとしまった、惜しい惜しい、展開が惜しかった。さあピロスさんが勝って、続きまして青きサイクロさん、青サイさん、青サイさん、青サイさんはくしくも残儀というまだチャンスはあるが、本田残儀は28では収まらないと言われているぐらいキャラ差が28ぐらいありますよね。ゼロゼロさん、いや若干残機優位とパレスチナさんがおっしゃってたんで、あーなるほど、はい、チュンリーの方が満場一致ではないです、満場一致で本田優位ではないです。なるほど、はい、若干残機優位もあり得ると、あり得ると。なるほど、はい、なるほど、どっちも使わないのでよく分かりませんが、はい、いやーただ若干押してますね本田側が。やっぱりそうですね、見た感じ残儀が厳しそうに見えなくもないですね。ただ画面端あるのか、あるのか、これが残儀有利か、いった最後のスクリーンいった。さあ残儀有利あるのか、キャラ人気でいったら残儀の方が、おっとさあドリームが、おっとこれが痛い、ひよってしまう、はいはいはい、3段が入る。しかし本田は3段しかないので十分ですよね。
減りますが即死はない。おっと、さあパイルは美味しいぞ。あんのかこれ。さあしのいだ。あそこでいければってところでしたね。さあどうする、時間はまだたっぷりある。こうなるとあーっと張り手を食らってしまう。続いて小江戸さん、キャラ差を覆しての勝利。キャラ差を覆しての勝利。え、キャラ差。破天荒さん並びましたね。これだったら一応聞きましょう。1位になるまでやりたいか、はい、もう決勝出られるからそれでいいかな。ちょっと本人に聞いてみましょう。さあめくり大パンチ。まあすごいですね。何かを、かなり特殊ケース。いや何かを失敗した感じですが、でもベガ側としては痛い。使わせて、裏からスライディング。最後は弱続き、ね、裏に回る前にきっちりコマンドを完成させて、さあクーターキで落として壁から逃がさない。さすら、おっと投げた。落ちたら投げているのは本田さ、また投げた。最後はめくり、ここで6勝ですね。ピロスさんが、ピロスさんが連勝数を伸ばしたいのか、このまま決勝進出かをちょっと確認します。決勝、連勝数は伸ばさないで、ピロスさんはこのまま決勝になだれ込みます。決勝は、8連勝の友田さんのベガ対6連勝ピロスさんのホンダということで行います。じゃんけんの後 1P2P で、コンパネ取ってください、ピロスさんが続行で 1P をそのままやる、そのままやる形、ステージチェンジなしでそのまま決勝です。じゃあ本日の決勝 1P、ピロさん、2P 友野さんということで、さあ開幕、お互いじりじりしている。続き等あるのでベガ側も攻めにくいのか、お見合いからの、おいちょ投げた、歩きからの投げ、本田側は一応大いちょうがあるのでなかなか投げに行くの難しいんですが、まあ、ベガの足の速さを生かしてワンチャン。さあめり込んだところに大いちょう、ダメー。さあなかったことにする。さあ割り切り素晴らしいですよね。やっぱり削り、おっとおっと2回に分けて削る。さあ1-1、ダブル2、めくりはきっちりガード、相打ちから削って逃げる。百列もらったが立ち台系のお釣りの方がダメージが大きいんです。さあ掴んで、さあ表裏投げる、生きているぞ削り。さあ一勝目は友澤ベガ。広さん追う形、
か今気づいたんですが、友田さんの横には小江戸さんがいて、おセコンドが何やらあれがいいとかこれが悪いとか、対するピロシはただ一人、そうですね、今日本田使いがいないですね。アルキングさんも来てないし、新谷さんも来てないし、これはちょっとあれですかね、不公平にならないように2対1ですかね。セロモンドが横についた方がいいですかねセロモンドザンギ専用ですからね。セロモンド、そうですね、嫌がらせしかできないっていうだんだん上がってきましたよ、僕もその辺が。さあ、あれはかなり難しいぞ。最後の突きは結構相打ちになりがちなので、かなり引きつけないと一方勝ちはできないんですが、前同士だと。そうですね、ただゼロドットは厳しかった。さあ、ちゃんと置いてあるぞ。高めから行ってみた。さあ、逃がさない。下段下段張り手、どこかでバックジャンプで逃げるんじゃないかと踏んで技を重ね続けた。さあ、地獄の始まりか。さあ、出川はゲージがない。めくった伊藤大一郎、大一郎でフィニッシュと、ピロさん1本目。クレジットがない。なるほど、意外といい試合になってるように思うんですけど、キャラ差がないんでしたっけ。あるような気はするんですけどね。まあ楽ではないけれども、ホンダじゃないでしょうか。6-4ぐらいですかね、やっぱり。そうですね、まあ勝ち筋があるような感じの、まあ、これもどっちも使わないんでよくわからない組み合わせなんですけど、実はて、あの弱足からの投げの刻みが辛いです ね、 ね。さあ、まあ、本田側は一応話し大一を繰り返していれば投げられることはないので。あ、なるほどなるほど、はい、なので本田が固まった時にベガラがどうダメージを取るか、その辺がベガのきついところだとは思います。ちょっと100月でかなり、さあ投げていく。かかる裏落ちから最高、最高。投げて、さあガードしているが掴まれる。あっと3発入る。見事ですね、ヒット確認して下段までつないでいく。大パンチが当たる。下段から百熱がすごい減り、おっとチョップで残り中 P、2本目ですね。ピロスさん、さあ巻き返して友田さんが追う形。お、さあ最後に削ってダブル2。さあ20番、さあ捕まったぞ。おっと、ずっと着地に今のはドンピシャだったんでしょうか。さあ、優勝にリーチをかけたのはピヨシホンダ、先にリーチをかけました。さあ、最高、裏突き、に続き
げて投げ返してあれですね、やっぱり置き攻めを頭突きでもうなかったことにされている。うわっと後ろに出る。さあ、また浮かれてる。さあ、相打ち正面から行ったが、話を一応勝ったのがピロシホンダ。優勝おめでとうございます。おめでとうございます。コメントいただきます。あれ、風邪で大丈夫ですか？喉大丈夫ですか？コメントお願いします。 ありがとうございます。あざす。おめでとうございます。よかったです。初ではないですよね。いや、初です。あれ、初優勝ですか？あれ、おめでとうございます。ピロシホンダ初優勝ということで、まあ、エクサー2ではね、準優勝だった形ですけど、そうっすね、四季細道初優勝ということで、おめでとうございます。オックスも頑張ります。そうっすね、オックス、オックスも参加表明ということで、チーム決まってるんで、あ、頑張ってください。チームも決まってますということで、はい、エントリーを待つばかり。はい、ありがとうございました。で、今日の四季の細道、ここまでということで、皆さんありがとうございました。あ、まだあの配信台は対戦垂れ流ししますので、よろしくお願いいたします。セルテフさん、どうぞ。あ、ありがとうございました。明日はチンアナゴの日なので、最近大変なあの池袋サンシャイン水族館とかにも行ってあげるといいかななんて思っています。チンアナゴは多分大丈夫です、水槽が違うんで。はい、お疲れ様でした。じゃあ残りの時間はのじあいをお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。
Fight!
はい、お疲れ様です。そうしましたら、23時越しましたので、ここで配信の方を終了したいと思います。今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。また来週も同じ時間で配信とミニ大会の式の臨みで予定しておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。